今の時代というのは非常にこうみんなグローバルとローカルの狭間で生きてると思うんですよね。今をこう飛び降りるっていうか、そういう決断が毎回毎回必要な時代だと思うんですね。で、それを作品の中で表現している。そういう狭間の中で生きていく方法を見出すっていうか、会話する、自然に見せるためにわざとですね、こう怒らせたりとかですね。21世紀には実はモンタギュー家とキュレット家は裏でつながっていたと。ロミオ、 You must go to hell。 うわはははは、同じパターンではないでしょう。書いていない山水画を奉納して受けられるんだろうかということ。それはなぜかというと、その今の時代に合った表現方法だったから。で、それを一番保守的なところの保守的な権威に通用することができたら、少しはこの作品はアートとして価値があるだろうなと。私も何も説明しなかったんですけれども、建仁寺の館長、井川坊さん、みんな全摘だって言ってくれたんですね。で、それがなぜなんだろうってことを少し考えるようになりました。発端はまずシュールレアリズムだったんですけど、チャンスオペレーションっていう話ですね。ますけれども、ジョン・ケージやああいう人たちとはまた違った形でですね、何か表現ができているような気がします。その昔シュルレアリズムの時代に集合的無意識を表現するんだっていうようなムーブメントがあったんですけれども、あのやり方ではなくて、私が実現したいと思っているのは、ローカリズムがどういうふうにグローバリゼーションにつながっていくのかということをアートで表現した。そこが大きく違う。もう少しその精神分析のユング、フロイトが言っているような言語化されたことも足せば、非常にこう今の民族性だと思うんですね。今ローカルとグローバルの中で私たちは生きてるんですけれども、アメリカファーストとかですね、都民ファーストとか、そういう話があって、それも一種の集合的無意識を言葉で言語化してるようなところがあると思います。今の時代こそその無意識を表現したいっていう人が結構多いんじゃないかと思う。で、アートで表現するときに今の時代のテクノロジーを使って表現したいということです。禅の世界であってもそのサウンドオブケバナであってもジェネシスであっても根底にあるのはそこで、あれは今のテクノロジーがなかったら
表現のできない、無意識の表現で、でそれが生け花であったり日本の色であったりというようなローカリゼーションを表現しているんだけれども、一方その日本美っていうのは非常にミニマリズムですから、そこからユニバーサルな表現につながると思います。こんな形にしても人々は生け花と思ってくれるんだということ、面白いですよね、考えたらね。あの動きとあの形にみんな何とも言えないこう美しさと感動を覚えたんだと思うんですよね。これはその生け花の型っていうのは四と天地っていう不安定な三角形を描くっていう、まあ生け花の型があるんですが、その形と全く同じ形が出てきたんですね。ローカリゼーションからグローバリゼーションにつなげていく、アートの方でつなげていくというのが私の、この時代に必要な意味だと思います。